菓子が、和菓子の業界全体がこう縮小傾向っていうか売れない感じなのに、あの彼女事案がこんだけその検討してるっていうか、だからこの人たちが一番和菓子に対して危機感を持ってると思う。こうお菓子の魅力だけじゃなくて、お菓子をこう生んできた日本のその里山とか日本文化とかっていうのをこう総動員して、あの和菓子を作ってる感じがするんですよ。次回のカンブリア宮殿は、今女性に大人気の和菓子店。美味しいです。率いるのは職人姿のこの男、加納商事庵三代目柴田冬樹。本社を構えるのはなぜか滋賀の山の中。しかしあの京都浦仙家も絶賛。新しい創造性はいい。和菓子界の革命児の全貌に迫る。